こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。アマゾン室なら、初心者でも稼げる3つの理由。オーストラリアアマゾン室を始めましょう。今からネットを使って稼ごうという初心者が稼ぎやすいのはオーストラリアアマゾン室。なぜ、オーストラリアアマゾンなら、初心者でも稼ぎやすいのか。その理由は3つ。一つ。 オーストラリアは物を売るのに理想的な場所です。オーストラリア人は世界一の金持ち。物価が高く、金持ちも、金遣いも荒いです。二つ、日本は物を仕入れるのに理想的な場所です。30年間変わらぬ物価と人件費。日本で稼ぐのは大変ですが、仕入れの場所としては天国です。 仕入れ天国日本で普段通り買い物をするだけで稼げます。三つ、始まったばかりでライバルがいません。初心者でも稼げる、今がチャンスです。稼げやすい場所を見つければ稼げます。これは、一風堂のホームページです。ラーメンの一風堂、まずくはないが、まあ、すごく美味しいわけじゃない。一風堂は、高くもないが、すごくお得な値段でもないと。 ま、一風堂のサービス。悪くはないが良くもない。ま、つまり、激戦の日本で勝負をすれば、あまりパッとしないよくあるラーメン店。しかし、海外の一等地に出店すれば、おしゃれな日本食であるラーメンの日本代表。連日大賑わいです。一風堂が日本一美味しいラーメン作りにこだわっていたら、株式上場は無理だった。激戦の日本では、ね、今、今見たく、株価高くならない。業績良くならない。 ところがね、ね日本より海外に重点移して海外転換しているおかげで、一風堂の業績はとてもいいです。こちらユニクロ。えー、激,激戦地のアメリカで巨大企業ギャップに真っ向勝負を委ねていたら今日のユニクロはない。ね、海外って言ったアメリカって発想はね、どうしても大きいんですけど、まあ、ユニクロの場合はアメリカはまあことごとく失敗してます。まあ、ところが、 アメリカ以外の国だと、ね、すごい良い,い場所、マドリードでも、パリでも、ロンドンでも、すごい良い,い場所、一等地に店舗を持って、えー、結構繁盛してます。そういう攻めやすいところ、ライバルが手薄なところで勝負してるからユニクロの業績はいいと。激戦地のアメリカとかね、市場が絞んでる日本だけで勝負してたら、ユニクロの業績は散々たるもんだったと。 それからドンキホーテ。こちらも日本人をメインターゲットにしていたら今の躍進はなかった。まあ、ドンキホーテ行ってみりゃわかりますけど、まあ、日本人より、えー、海外の観光客、特に中国とか韓国の方の方が多いです。しかも、カゴに入れてる商品の数見たらね、 日本人の10倍、20倍買ってますからね。もうこれ、ほとんど、カゴなんか必要なような買い物しかしない、パラパラとしかいない日本人だけを相手にやってたら、まあ、ドンキホーティーなくなってたんじゃねえかぐらいの勢いですけど、まあ今や、ね、あのー、もう店内、激込み、ね、夕方ホテルに帰る途中のドンキホーティーとかで買い物してね、買い物袋を両手に持ってホテルに戻ってくっていうのは、まあ、ドンキホーティーが近くにあるホテルだとよく見る光景です。 それもこれも、もう日本はね、30年前は輝かしい国でしたけど、今や、ね、日本は、何ですかね、超略、超著一いというか何というか、ほぼ世界の中で存在感はなしと、日本食とラーメンぐらいはね、日本食とラーメンとかね、寿司とか、そういう日本食とアニメぐらいだと存在感ありますけど、もうビジネスとしてはすっかり終わってるという国になってしまいました。 30年前これ世界の自家総額上位はもう日本がね、ガンガン言いたんですけど今、えー、株式自家総額日本はトヨタしか残ってないです。で、トヨタもね、日本がメインの、えー、日本、日本は、日本市場をメインにしてる企業じゃないんで、まあ完全なね、輸出型というか海外生産、海外販売型なんでね、まあトヨタ、 日本企業代表ですけど、じゃあ純粋な日本企業ってイメージする企業の形態と同じかって言ったら、まあだいぶ違うんでね。結局日本だけで勝負してたら、えー、もうトヨタといえども危ういと。ね。もう海外に完全軸足移してます。日本市場に一点張りの戦略は負け戦の戦略。ね。えー 優秀な人たちの扱いである大企業が日本市場じゃ、ニッチもサッチもいかない稼げなくて潰れてるわけですから、まして普通の一個人、そして今この副業のページを見てるということは、まあ多分公務員になったとかね、一部上場企業ですごくいい所得をもらってるという人じゃない可能性が高いんで、そうなると今のままの延長線上には地獄しか待ってないと。今の 自分の力で今と同じ、あるいは今以上稼げる仕事を見つける必要がある。で仕事はなかなか、ね、日本限定だと見つからないんで、自力で稼ぐ力を身につける必要があると。まあ、これはもう今の状況だと待ったなしでね、えー、早く身につけないと、うん、本当悲惨な、えー、老後と言わずに5年後、10年後どうなるかわからないと。今の暮らしを維持するのは大変というような状況になっています。 今の戦力でも勝てる場所と戦い方を見つけるのが戦略。戦略なくして勝利なし。強い相手と戦って負けて実力を向上させて逆転勝利するというのが漫画の中の話。現実には弱い自分が努力している間に強いライバルはもっと強くなると。儲けたいなら今の戦略でも勝てる場所と戦い方を見つけるのが必須。輸出ビジネスなら日本語ができることと日本に住んでいることが強みになる。 これはオーストラリアのね、アマゾンの倉庫。これはメルボルンの倉庫なんですけど、今オーストラリアアマゾン、シドニーの倉庫も去年の9月に稼働しています。何しろ人口は少なくても、購買力旺盛なオーストラリア。シドニーで暮らしていた私は、オーストラリア人の豊かさ、あるいは金遣いの荒さがわかります。しかし、一般的な日本人は、オーストラリアの消費力を低く見積もりすぎています。何しろオーストラリア、ボクシング年の1日で売り上げは2000億円上がります。 そんな大きなオーストラリア市場、ね、えー、オーストラリア店舗作りましょうとかね、人雇って仕事しましょうっていうのは非常に大変なんですけど、アマゾンを使えば、ね、ただ買い物した商品を送るだけで、オーストラリアで儲けることができます。オーストラリアアマゾンはバブル発生間近です。最近こうね、急に売れ行き良くなったというような報告もあります。まあ、何しろ、アメリカアマゾンや日本アマゾン、これはもう、あの、ライバル多い、 ね、えー、そして、えー、市場そのものも成長性が見込めないということでね、もう完全な下りエスカレーター。ね。今やってみてうまくいっても、どん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 努力しないと売り上げも利益も落ちてきます。ところが、オーストラリア,アマゾンは上りエスカレーター。ね、えー、売れなかった商品が、えー、両者増えて売れてきたりとか、ね、システムが進化して、えー、どんどん売れやすくなっていく。 何しろ、ライバルも多少増えていくでしょうけどね。それ以上のスピードでアマゾンのシステムが良くなったり、えー、購入者が増えますんで、えー、ただ続けてさえいけば売り上げも利益も増えていきます。同じアマゾンでもアメリカや日本のアマゾンとオーストラリアアマゾンだと全く状況が違います。何しろ、アメリカアマゾンや日本アマゾンは出品者が飽和してます。オーストラリアアマゾンは出品者が足りないです。今、オーストラリアアマゾンを開始すれば、 どんどん売りやすくなっていきます。今始めればちょうど良いタイミングで3ヶ月後のホリデーシーズンを迎えることができます。1日で2000億円売り上げるホリデーシーズンのボクシングでこれはいよいよ3ヶ月後です。アマゾンがオーストラリアに上陸しました。日本に住んでいるのにオーストラリアアマゾン副業で稼がないのは大損です。